ショーン・ピーター・オチンコは、アメリカ合衆国メリーランド州出身の元プロ、野球選手、コーチ、ウト右ミギウチ。1987年10月21日、メリーランド州で誕生。後に、フロリダ州、パークランドに移住する。ストーンマン・ダグラス高校在学中は、保守として活躍し、2006年には、ベースボールアメリカ史が選ぶ2006年の、 高校生選手300ケツベースボールアメリカズトップ300ハイスクールプレイヤーズオブ2006に選定された。小学生として大学野球の名門ルイジアナ州立大学に進学すると保守と一類一種を兼任して NCAA に参戦し同僚のジェレット、ミッチェル、ルイス・コールマン・チャド・ジョーンズらと共にチームを兼任した。2009年の CWS においては 第3戦の5打数4のアンダなど活躍し、同大の CWS 制覇に貢献した。このシリーズ決勝戦後のインタビューに際し、LSU チームヘッドコーチのポール・マイニエリは、ショーンについて一言。彼は、クラッチヒッター、それも左を打つのがうまい。と評した。NCAA2 年目までの通算成績は103試合に、出場して打率。275、11本塁だ。 53打点というものであったが3年目の2009年シーズンでは出場65試合で自己最高記録の打率3339本類五打57打点を記録した2009年6月9日に行われた MLB ドラフト初日において11順目でトロントブルージェイズから指名され7月8日にドラフト指名選手中26番目に 契約締結した旨を発表した。契約締結早々の2009年7月9日、ブルージェイズ参加の A-9 オーバーンダブルデイズの試合に先発保守で出場して、プロデビューを果たし、同日プロ入り初アンダ打を記録した。その後は2009年シーズンを通じて、保守、一類種、DH の各ポジションを兼任して出場し、 最終的には52試合に出場して188、打数61アンダー、打率。324、出塁率。382、超打率。527、オプス。908の好成績を残した。シーズン終了後の2009年9月17日には、例年ブルージェイズが、眼下マイナーリーグ各階級の前年度優秀選手に、対して行う。 ハワード・ウェブスター賞佐の部において表彰された。2010年は 1A 級、ミッドウェストリーグ東地区のランシングラグナッツでプレー。保守、1類の他に3類種としても出場するようになった。打撃成績は前年よりやや下降したものの2年連続で打率3割を記録した。8月15日にはプロイリアと初のサヨナラ本類打を放った。 シーズン終了後にはハワードウェブスター賞を2年連続で受賞した。複数回の受賞は球団史上23人目である。2011年は A 級フロリダステートリーグ北地区のダニーデンブルージェイズでプレー開幕当初は絶不調で5月終了時点の成績は打率2014本塁打であった。6月以降は復調し最終的に 自己最高の16本類が79打点をマークするなど投手有利とされるフロリダステートリーグで長打力の面においては成長を示したが打率は自己ワーストの261オプスも771に終わったチームメイトに星有望株の AJ ヒメネスがいたこともあって指名打者での出場が46試合を数え 保守での出場は31試合に止まった。2012年も A 級のダニー・イーデンからスタートしたが、A 級の正保守、AJ ・ヒメネスが、トミー・ジョン手術で離脱したことを受けて5月17日に、A 級、イースタンリーグ北地区のニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツに、昇格した。怪我もあって87試合しか出場できなかったが、A プラス級と A 級の合計で打率27。278。 旧本類四打42打点、オプス、765と旧大点の成績を残した。この年は、内野手としての出場が減り、大半が保守としての出場だった。シーズン終了後には教育リーグのアリゾナホールリーグに参加した。2013年2月には、招待選手として、ブルージェイズのキャンプに参加。同年6月7日に、トリプル A 級のバッファローバイソンズに昇格。 しかし、同年8月26日、禁止薬物であるアンフェタミンに陽性反応を示したとして、50試合の出場禁止処分を受けた。2014年7月下旬に復帰したものの、AA 級と AA 級で、計24試合出場、打率、213、3本塁打、13打点に終わった。2015年は、AA 級1試合、ル a 級61試合の、 計62試合に出場、打率254、日本塁が25打点を記録した。同年11月6日にフリーエージェントとなった。2017年に母校ルイジアーナ州立大学のアシスタントコーチを務め、2018年から2シーズンボランティア打撃コーチを務めた。おチンコのバッティング身長は、高渉5フィート11インチと、保守。 一類種にしては小柄な体格であるが、NCAA 時代には2009年 CWS 全米チャンピオンに輝いた LSU チームで主軸を任されており、NCAA3 年目には打率333、オプス903を記録したほか、プロ入り後もマイナーリーグで1年目からクリーンナップを担った。特に対左投手に強い、2年目も対右投手の打率。 277に対して対左投手は392であった。ポジションは主に保守であるが NCAA 時代の通算投類素子率は21.8%とそれほど高い成績ではなかった。そのため NCAA3 年目には正保守の座をマイカ・ギブスに譲って一流医師としての出場機会が増えた。マイナーリーグ6年間の通算で 投類師80に対して元二百277であり、通算投類阻止率は22.4%である。マイナーリーグ2年目と3年目には三塁誌も経験したが、三塁誌としての通算守備率は93.4%と低い。NCAA 時代のチームメイトであった、シカゴホワイトソックスから一巡目指名されたジェレット、ミッチェルよりも高い打率を残しながら、 守備面や体格面を含めた総合的評価が高くなかったためドラフトにおける指名順位は11順目と比較的低位なものとなった打撃が良いため一類種に専念すべきだという声もあった家族は両親と弟二人 MLB 球団の中ではニューヨークメッツのファンであり好きな野球選手はマイク・ピアッツァ野球以外のスポーツでは NBA のケビン・デュラントのファンでもある。NFL ではニューオーリンズ・セインツのファン。好きなアーティストはカントリー歌手のティム・マグロウ。また、スリップノットやアイアン・メイデンのようなヘビメタル系のアーティストも好みとのこと趣は釣り、ゴルフ、ビリヤード、卓球。学生時代は両親の影響を受けてスポーツ少年であったほか美術史に関心を持っていた。好きな本として ホセカンセコの著書、禁断の肉体改造、好きな映画として、ブレイブハートを挙げていた。好みの異性のタイプは、ブロンドの女性である。ニックネームは、チンクである。2015年3月31日、ツイッターで、では、サポートをいただきありがとうございます。素晴らしいツイタチがあります。と、日本語でツイートした。ありがとうございます。